大悟の真似。はい、ポニー大使です。今日はですね、デッキシールドプレミアムグロス5種類発売すると聞きつけまして、中身をバーンと紹介していこうと思います。今回の登場するデッキシールド5種類っていうのは、デッキシールド大選挙35というね、企画を勝ち抜いた上位5位、こちらが全部商品化しちゃうというふうになっております。おー、ちなみにね、その企画をですね、立案したのは実は僕ですので、それでちょっと売れ残っちゃうと結構困っちゃうんで、皆さんね、協力してください。まず第5位からこちらです。はい、デッキシールドプレミアムグロスブラッキーグレッシア。結構比較的最近ポケモンセンター限定で発売されていた、ブラッキーグレイシアのデッキシールドが、プレミアムグロス仕様、キラキラ仕様ですね。これはね、もう今は売ってないデッキシールドの新仕様で発売っていう形なんで、非常にねおすすめです。これ超可愛いと思うんで、はい。第4位がね、実は、ポニテイシーの一押しですね。はい、シャンデラ。シャンデラです。シャンデラ、ステンドガラス系なんですけれど、このね、これは本当にデッキシールドプレミアムグロスという仕様にすごいマッチしてますね。これキラキラ全面光ってる感じですね。はぁ、はぁ、美しい。美しいよ、これ。これ使ったら多分モテるんじゃないですかね。これ僕でもモテそう。で、3位と2位、ダイゴです。はい。ポケモンカードゲーム普段触ってないようなダイゴ好きの方からですね、ダイゴ商品の一環として非常に投票が入ったという認識ですね。はい。だから投票した人はマジで買ってください、ダイゴ。キラキラしていない通常版は比較的まだね、手に入りやすい方だと思うんですけれど、これ実際キラキラしててかっこいいダイゴなんで、普通のダイゴとかっこいいキラキラダイゴね、両方ゲットしてくださいね。はい。そしてダイゴに対する並々ならぬ投票をかいくぐって、圧倒的多数の投票で、見事1位に輝いたのはこちらの、上り下りです。はい、ユニーク数でも圧倒的1位でしたね。はい、もう完璧な1位です。はい、のぼくだ、比較的マイナーなキャラクターと思われる上り下りさんがですね、圧倒的1位という、これ非常に面白い戦いでしたね。はい、はい、というわけでデッキシールド大選挙の5種類がですね、出揃いまして、まあポケモンセンター限定で、1月の27日金曜日発売ですね。はい、ぜひ皆さんポケモンセンターでこちらゲットしてみてください。マジでお願いします。それじゃあ